そろそろさ、ナショチャンネルも英語しか書いてないけど、まあ、海外、視野に入れて、チャンネル動かしていこうかなと思ってるね、シロメン、ね、ってね、シロメン、ね、ってね、シロメン、ね、腹立つわ。そういう風に思ってんだよ。だから、はい、もう日本じゃなくない？なんでそんなビッグな男になったんですか、急に。日本じゃなくない、シロメン。うぜえ。ね、え、海外に進出するってことですか？そう、もうちょっと、はい、海外のパイが広いし、そろそろまあ、日本は置いといて、俺も海外行こうかなと思ってんだ、シロメン。え、具体的にはどうするんですか？具体的には、はい、だからね、あの見てよこれ、ドズキを、知ってる？あ、有名な。ドズキを海外進出で、まあ上海、シロメン、ドズキを倒せば、はい、これ海外僕らも行けるわけだから。あ、はいはい、あ、じゃあ上海はこう奪おうと。そうワンチャンあるよ、クラロワだって。ワンチャンねえだろ。白目あるから。1個ワンチャンねえだろ。ちょっとね、エリクサーこれ貯めて、はい、呼ぶから。どうするめん、キヨメン。エリクサーこれ貯めて、はい、呼ぶから。すー、うわー。なんでここ消化されたんだけど、びっくりしたー。これテンションの差よ。すげえちゃんとやってくれる。お、ちゃんとやってくれる。ドズキをドズキをめさっきまで倒すにせよ。自己紹介していただけますか？どうも皆さん、こちらキヨキヨです。私ですね、クラロワの、動画を YouTube で投稿しております。そして、トズルです。私も同じくクラロワで YouTuber やっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らのね、チャンネルどっちかっていうと、まあ他のゲームやれてる方の方がちょっと多いんで、ご協力面にクラロワのどういうゲームなのか説明というか、はい、ちょっとやっていただこうかなと。わかりました、ね、クラロワはですね、こんな感じでたくさんカードがありまして、はい、その中から自分だけの8枚のデッキを作ります。その8枚のデッキで世界中のプレイヤーと戦うというゲームなんですけれども、今日はちょっとデモンストレーションということで、ドズルさんとね、実際に戦ってみたいと思います。ドズルメンと。これドズルメン、ドズルメンと、これいきますよ。あ、もう早っ。ドズルさんはちょっとあれですよ、ちょっと抜きでやってください。手が、まあ、どういうゲームか、ね、そう、どういう感じかやりたいんで、はい、まあまあこういう感じで、はいはいはい、エリクサーと言われる、まあ、ゲージですよね、うんうん、まあ、コストみたいのを使ってこうやってカードを出していきます。ほうほうほう。で、相手のキングタワーを折った方が、もうそのゲームの勝者ということで、まあ、こんな感じでね、ユニットをこう、はい、カードをたくさん出していくんですよ。で、まあ、ドズルさんはちょっと今日手加減してもらってるんで、ね、すぐ戦いついちゃって、一見簡単かのようにね、思われちゃうんですよ。あ、今1個目、ね、1個目来ました。呪文とかね、こうカードをたくさん使っていって、相手のキングタワーを折ったら勝利。イエーイ。はずって外した今。イエーイ。もう3分間だもんね。早っ。もうね、カップラーメン作ってる間にできますから本当に。なかなかないっすよね。カップラーメン作ってる間に一勝負作って、はい、そうですよ、素晴らしい。なかなかないからこれ。ね、落ちをしっかり考えてる。ごめんなさい。すいません。はいはいはい、まあ、でもありがとうございます。ありがとうございます。どうですかこれね、やってみない？2人でちょっと、あの、僕らもちょっと上海行きたくて。ちょっとどうですか、僕らが勝ったら、はい、まあ、ドズキを、はい、炎上してもらって、ナウシロで、ナウシロで行こうかなと思うんですけど、クラロワってそういうことだ。なるほど。じゃあ、ドズさん、なんか逆に僕たちが勝ったら、うん、なんか、いや、いいよ、もちろんもちろん。ドズさん、何がいいと思います？何上海に釣り合うもの。上海に釣り合うもの。難しいっすね。なかなか難しいっすけど、ナオピロさんが今、かぶってる、はいはい、こう、めっちゃかっこいい帽子。帽子。いやー、ダメです、ダメです。これダメですか？絶対ダメです。これダメです。いや、でも上海っすよ。え？上海と。いや、だってこれ、はい、なんて書いてあるか分かります？触れられないほど近く。触れられないほど近く。そう、触れられないほど近くって、はい、もうクラロワにおけることわざみたいなもん。ことわざあんまないね。本当に。本当にだって、あの、クラロワっていかに敵の、はい、あの、お城の近くに、はい、触れられないほど近くにいかに行けるかっていうゲームじゃないですか。おー、深い。いかに深い。
こう触れられてないじゃん。で触れられないほど近くから攻撃すれば相手の攻撃も受けないわけだし、あまあ確かに、なかなかいい文言が書いてある。これ欲しいですか？あでも多分ね視聴者さん欲しいと思うんですよね。ああ、視聴者プレゼントしちゃったらどうすか？もういきなり僕たちが勝ったらね、すごいすごいいいっすね。みんな嬉しいすごいいい人、視聴者プレゼントで、視聴者プレゼントでこの帽子を、これ嬉しいんじゃないですか？これ欲しいですよ。でも勝てませんよ本当に。僕たちも負けちゃったらもう上海がね。このナウシャチャンネル初公開のデッキとか出てきちゃうから大丈夫かな、これ。これクラロワさん的にはこれ大丈夫かな、そういう組み合わせで。あのクラロワの環境に影響するようなちょっとね戦い方見せていきますんで。僕たちも頑張りました。いやもう本気でいきますよ。本気で来られたら困るんですか。来た。負けられないですよ。もう1分で終わるっすよ。負けられないですよ。よし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 。よろしく。あ、勝った。すみません。こんなに。これ勝ち確の手札ですね。じゃあ右から行きましょう。右から。怒ってるやつ。やばい。来た。勝ち確も大丈夫大丈夫。大丈夫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 。いいぞいいぞいいぞ。ちょっとまずいっすよ。これ勝ち確の手札。若干まずい。吸い寄せマジ吸い寄せやばいな、使い方うまっ。吸い寄せマジなんもで、いやじゃあじゃあ吸い寄せどうにかしてほしい。ここからおおすごい、なんかめっちゃ来てる、すごい出てきた。よしよしよし、パラシュ、オッケーオッケー。待って、結構強くないですか？あっちはね放置で、あっちは放置でいいと思う。とりあえずナオシさん強い。あの斧はよし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 、炎は放置。そしたら左からいきます。左から結構削れてるんで、そうっすね。左から行こう、左から行こう。やられてんな。よしよしよし、これ可愛いんだよこいつ。ほら早っ、ちょっと待って、そんな瞬殺しなくても。あ、来た。あ、ごめん、守りちょっとお願いします。またあっち行くんだよね。じゃあ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 、あ、てか、あ、凍らせるんだあれ。そうそうそう、あの、よいしょ、かわいいですよ。なるほどね。あ、どうしよう、どうぞ。さ、後ろに、あー、最高です。とりあえず、あいつ、あいつやばい、あいつやばいから。うわー、来てるし、しかも一気に。こっから行きましょう、どんどん行きましょう。そしてクローン、デュンデュンデュン、やば、出るか、瞬間的に2倍になるのやばいな。よしよしよし、いけ、とりあえず、はい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 、よし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 、あ、これいかない、うまい、うまい。僕たち負けそうですよ、大丈夫ですか？負けそうではない。負けそうではない。僕ら勝てそうですけど大丈夫ですか？とりあえずまだね、まあ落ちてないから。まあ確かに確かに確かに。そうですね。俺貯めます。オッケーオッケー。貯めよう。あーいいですね、最高。最高ですね。よし。まあ出るよね。うわ、来た、おー、やばい。まだ大丈夫か、でも。よし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 。まだ。さあここからもう最後までいっちゃうでしょこれ。やばい、もう2倍やば。やば、いけ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 、2倍やば。どうか最高。あー、よかった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 。どうしたんすか？いや、一戦何戦かやってっていうことだよ。やっぱりやっぱりやっぱり、あの国際ルールでもそうですよね。何戦かやって、まあ確かに。でも判断欲しくないですか、やっぱ。なるほど、勝てばいいじゃん、勝てばいい。お願いします。なんでがね、ちょっとね、どういう判断がないと、これなんかアイデアないですから。あれどうですか、ステージの角っこにしかなんかしか置けないとか、なんかそういうの。あ、そういう距離。あ、確かにね。普段どういう風な判断つけてるか、普段まあデッキを変えたりとか、はいはいはい、まあそれこそ見えないようにしたりだとか、はいはいはい、こう出す範囲を変えたりだとか、はいはいはい、その端っこやってみます。あ、確かに端っこだったら、はい、うん、そう、タワーの後ろにしか置いていけない。なるほど、はい、
ターンは後ろにしか置けないって、もう勝ちましたね確かに結構辛いかもしれない。これかなり有利なんで、これ怖いですね。いいですか、これだって勝ち確のハンデですけど、ほぼ大丈夫いいですよね、ゾウズさんね。それでも勝ちますから。勝ちます、勝ちます、絶対勝ちます。ゾウズルメン言うな言ってくるな、これちょっとじゃあそれでやってみましょう。お願いします。押していく、はいはいはい、これが僕ね、これ今回強いと思うんですよ。確かにこいつ強いでしょ。確かに強い強い強い、このルールだと強い、このルールだと強い、はい、おオッケーです。僕たちは準備 OK でございます。モンスターカード分かる？モンスターカード分かる、分かりますよっしゃし、あります、お願いします。プラスだって手が使えないんで手が使えないつら、それはよろしくさあ、じゃあさあ、皆さんお願いします。いくまたね、攻めるからとりあえず、はい、俺合わせます。オッケーオッケー、こういうことですね、こういうことです。あ、じゃあ僕はこういうことです。オッケーオッケー、あ、そっちからだっけ。オッケー、やばいやばい、両サイドやばい、これはいいぞ、これでもうね、そっち一応サポートいった。左はいらないです、もう左もういらないです、いらない、捨てましょう。マジですか、ちょっと早くない、捨てましょう。あ、まずい、まずい、これいける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 、やばいやばい、割といい感じ、割とおまずたん、おまずたん、よしよしよし、なんかやばいの来てるよ。大丈夫大丈夫、やばいの来てるよ、やばい、あの工場兵器みたいなやつ、マジやばい、やばい、マジやばい、イエーイ、よっしゃよし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 、あれやばい、一発でかくない、あれやばいやばい、大丈夫、ちょっと大丈夫大丈夫、いけ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 、お願いします。左まずい、でも1個はね落としたい、一個落とせそうだから、左まずいですよね、左まずいですね。でっかい骸骨のいいね、やってくれ助かる、やってくれ助かる、そこキングタワー狙いましょうか。キングタワー行きましょう、もうキングタワーはとりあえずまだね、大丈夫、いけ、かわいいの、まだいける、かわいいの、バーサスかわいいの、お、強い、よし、こういうことです、やばいやばい、お、え、倒すじゃん、いいよいいよ、やばいよ、オッケー、はい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 、ごめん、チャーチング、いい、トルネード、やばい、トルネード、マジで、いい、トルネード、危ない危ない、大丈夫、え、これ入ったんだ、入った、これ、よしよし、とりあえず、いいよ、うん、まだ守り大丈夫、よしよしよし、まだ守り大丈夫、いや俺やってんじゃん、え、分断、これやっ、いや、攻めても攻めにも行かないと、いけ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 、ドカーンドカーン、よしよ、やばい強っ、もう一回、一発が強っ、おーうまい、さあなんでこの骸骨6なの、やばい、ちょっと自分重い、最後自分も重いのしかいない、2倍2倍2倍単位、よしよしよし、凍らせよ、凍らせよ、オッケー、今の守り見た、この守りでかいっす、この守りでかい、やばい、ちょ、まずい、まずい、これどんのこれ、あ、ちょ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 、いや、トルネードやばい、いいけど、いいけど、次怖いよ、次怖い、まずい、こいつやばいっすよ、あ、やるわ、でもまだちょっと放置しとこう、あ、それ大丈夫か、これ真っ向勝負、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 強っ、やばい、やばい、ちょっとね、いけいけいけ、待って、これ大丈夫、いや、大丈夫、一旦凍らす、一旦凍らすから、で、これトルネード、こういうことでしょ、はいはい、一旦凍らして、あっち行ってちょうだい、こういうことだよね、あっち行って、はいはい、あ、でもうまい、待て待て待て、来る来る来る、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、えぇー、待ってよ、危ない、よかった、よかったよかった、やばどうします、え、強くないこの二人強かったっす、ね、強くない、想像以上に強かったおかしいでしょ、まさかクラロワが強いと思わなかったいや、クラロワそうそうそう、これだけだいや、これこんなに差が出るもんなんですね、そうですね、あのカードレベルとかは一緒なんで、一緒ですよね、そうなんですよ、おかしいな、はい、おかしいね、ヒロさんの帽子はミネさんのものに光りますよね、これ勝者にプレゼントでしょ、勝ててよかった、いやーマジか、ヒロさんしか失ってないっていう確かに、あれおかしくない、これだってなんかおかしいね、これ結果的に自分しかねマイナスこれなってないけどまあ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 一緒に楽しめるだけだからまあ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 ってことでね、じゃあ一旦これで、はい、はいはい、はい、いやー惜しかった ね、 惜しかったっすね、もうちょいで勝ててね、僕らがこれ、はい、これはい、行くってことになったけど、やっぱねー強かった、あら、そりゃよかった、よかった、本当に楽しかったですね、はい、本当に勝てるかと思ってたんですよ、けクララは僕もやってるんで今回ね、だから賞賛あったんだけどね、ちょっと本当にちょっと残念、本当に今残念
ゲームガチだった。そう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 、そうだからね、まあ、帽子せっかくね、買ったけど、もう視聴者さんこれプレゼント。いや嬉しいですよ、なるんでお二人のね、おかげだと思います。いやいやいやまあでもね、こうナオピロさんだけにこうプレゼント出していただくっていうのはちょっと僕たちも心が痛むんで、うん、そうですね、僕たちからも、はい、お、マジっすか、自腹で、はい、自腹で iTunes カード、Google プレイカード1万5000円プレゼントしましょう。よし、500円も10名様にね、プレゼントいたしますよ。やりたいと思うんですけど、ね、急に来た。こちらプレゼントの応募方法なんですけれども、はいはいはい、この動画の概要欄にですね、はいはいはい、限定公開の動画がございます、はい、その限定公開なので、はい、ここまで見てくれた人しか応募できません、はい、そうなんです、それを見てる方だけ、はい、そうなんですよ、確かに。なのでそちらのね、動画か、ご確認いただければなと思います、はいはいはい、でね、今日はそんな協力バトル7月中ね、はい、ずっとできますので、ぜひとも皆さん、はい、夏休み、はい、楽しんでいただければなと思います。協力バトルね、マジ面白いですよね、マジ面白い。クラブ面白くないですか。いや、クラブね、びっくりしたんだけど、普通に面白い。マジでマジで面白いんで、うん、はい、もっとね、流行っていいと思う。もっともっと、本当に本当に思うんですよ。ラブパーザー、いや今日一度目言えると本当にね、いや本当にクラブ面白いんだよな、やってるんですけど、そう、やっぱうまくいったらみんなで喜べるし、失敗したらその人のせいにできるし、その人のせいに。まあいろんな楽しみ方これあるんで、ぜひ、ね、はい、癒やし話になるけど、概要欄にダウンロードできますんでね、よろしくお願いします。ぜひこの機会に、はい、お願いします。いや今回も、はい、これゲームズ RPG スタジオ方からお送りしました。ナルピロメンでした。以上でした。僕たちもね、僕たちもキヨキヨでした。どうぞ、嬉しいでした。ありがとうございました。